はい、皆さんこんにちは、伝説の D です。さあ今回なんですが、なんと、新たにですねテストサーバーの方に、8キャラクターのキャラクター調整が、来るということがね発表されましたので、今回はねその調整の内容を皆さんに紹介していきたいと思います。それじゃあもう早速ね喋っていくんですが、まず1キャラクター目、これがね今、この画面で使っているナキピエロです。はい、最近ね環境キャラとしてめちゃくちゃ猛威を振るっているこのキャラですが、一つの弱体化が入ります。それがですね、この解読速度、の低下のパーセンテージが今まで 10% だったのが、15% に、上昇しました。はい、なんでね、まあ、解読が、今までよりも 5% 遅くなったというところになります。はい、なんですが、まあ、解読速度だけなのでね、このキャラの強いところである、まあ、このロケットを使ったチェイスだったり、まあ、救助とかに関しては、弱体化は入らなかったという形となります。そして続いて2キャラクター目です。続いて2キャラクター目ですが、機械技師、ですね、いろんな、調整が入りました。それね、一つずつ見ていきたいと思います。まず一つ目、こちらですね、外在特質、この、臆病による解読速度、低下というのが、35% から 25% に低下しました。はい。まあ、これがね、何かと言いますと、まあ、一人、あたり、まあ、一人負傷するたびに、機械技師っていうのはね、この解読が遅くなっていくんですが、なんとこれのパーセンテージが、10% もね、下がらなくなりました。なんで、まあ、味方が負傷した時も、解読が今までよりも、早いというところになります。なんで、これに関しては、機械技師本体の強化というところになります。そして続いて二つ目。これですが、機械人魚の基礎解読速度低下が 10% から 16% に増加いたしました。はい、なんで、この機械技師の機械人魚に関しては、今までよりも 6% 解読が遅くなってしまっています。はい、なんでね、まぁ、ちょっとここが難しいとこなんですが、本体は強化されて、機械人魚は弱体化されてしまったという感じで覚えておいてください。そして続いて、機械人魚の基礎耐久消費の時間がですね、今では1秒あたり 0.56% だったのが、これが1秒あたり 0.5% にね、減少しました。はい、これに関しては、なんと、この耐久時間というのが、今まで180秒だったのが200秒に増加したということでね、なんとこれは、ここに関しては機械人魚の強化というところになります。はい、解読速度が遅くなった代わりに、20秒、今までよりも20秒、多くね、この機械人魚使えるというところになりますので、非常にね、面白いね、調整となっております。そして続いて、最後にですね、機械人魚の耐久消費、ダウンしている時とロケット時や高速時は、今では1秒あたり 0.83% だったのが、これが1秒あたり 0.75% になりました。はい、なんでここに関してもダウンした時と、ロケット時に拘束されている時、まあ、この時はですね、機械人魚の消費が、早いんですが、この消費に関しても、この消費が、しづらくなりました。まあ、時間で言うと今まで120秒だったのが、133秒。この耐えることができるということでね、まあ、この耐久時間に関してはもう大幅な強化というところになります。はい、いや、ほんとこれはね、実際にちょっと調整が来てみて、使ってみないとわからないところであるんですが、はい、個人的にね、めちゃくちゃ楽しみです。はい、はい、ということで続いて3キャラクター目いきたいと思います。3キャラクター目ですが、人魚師、こちらにもですね、複数の調整が入りました。まず一つ目、この、人魚師のルイは、1.5 ダメージを相殺できる、ということで、なんと、ここに来てですね、めちゃくちゃ強い強化が、入りました。ここ 1.5 ダメージを相殺できるということで、まあ、今まではですね、1ダメージを相殺することができたんですが、これが 0.5 ダメージもね、この相殺できる、ダメージ量というのが、ね、増えております。まあ、なんで相手がね、この1ダメージ以上の攻撃を与えてくるハンター、例えばジョセフだったり、あとは、インジャとかですね、まあ、そういったハンターに対して強くなったというところになります。で、そして続いて2つ目の、調整ですが、ルイがインジャによって負傷した場合、まずルイが負傷を受け、残りのダメージを他のサバイバーで分配、というところになりました。はい、まあ、ちょっとここはね、とても複雑なんですけれども、まあ、このダメージの分配が、まあ、ルイによって、ルイにダメージを与えても他のサバイバーにしっかりと、まあ、分配、まあ、されるということで、ちょっとここ複雑なんですが、まあ、ここのね、若干変化があるというところで覚えておいてください。まあ、ここもちょっと実際使ってみてどういった変化があるのかは、ちょっと見ていこうかなと思います。で、そして続いて最後ですね。はい、こちら最後、外在特質がですね、人形師が治療を受けたサバイバーの、次回の治療、時間の増加というのが、今まで 20% だったのが 10% に増加しました。はい、なんでね、まあ、次に、治療を受けるときの、この治療の速度が速くなったというところで、人形師に関しては、なんと、ここに関して強化というね、形となりました。まあ、十分僕的には個人的に強いキャラだとは思ってたんですが、まさかの展開です。はい、そして続いて4キャラクター目いきたいと思います。
続いて4キャラクター目がレディーファウロです。このキャラクターもいくつかの、ね、調整が入ります。まず1つ目、雲隠れのクールタイムは、雲隠れ状態であった時間が長いほど増加します。最短で3秒、最長で40秒、はい、ということでね、はい、この、まあ隠れた時間によってクールタイムが変化してくるということで、はい、非常にここはね使いやすくなる強化というところになります。続いて2つ目、ハンターは雲隠れ状態のレディーファールの操作音を聞くことができず、アルマの杖を使用した際の特殊効果も見えないということで、ここもめちゃくちゃ強化です。はい、もうめちゃくちゃ強化入りました。このねレディーファールはですね、この雲隠れ状態、の時に、ハンターに音操作してる音が聞こえたり、能力を使った時にそのステッキを使ってるね効果によって場所が、特定されてしまっていたんですが、これが難しくなりました。はい、でですね、まあ、これがどういうことかと言いますと、今ではレディーファウルは雲隠れ状態にいても、ハンターにですね、操作の音が聞かれていたり、能力を使った時にその特殊効果がね、ハンターにバレていて、上手いハンターだとそれを見て、レディーファウルの場所を特定することができたんですね。なんですが、それが今後は一切できなくなりました。はい、なんでね、ここに関してもめちゃくちゃ強化となります。で、そして続いて、危機一発中に攻撃を受けた場合、雲隠れのクールタイムカウントダウンが停止するようになります。はい、これもめちゃくちゃ強化です。今まではですね、レディーファウルは危機一発中にハンターから攻撃を受けて、ダウンが確定している状態でもですね、この雲隠れ状態のクールタイムが、カウントされていて、勝手に、この雲隠れが発動されてしまって、能力が、もう、意味がないというね、まあ、無力化されてしまうことがあったんですが、これが一切なくなります。ということで、レディーファウルに関してもすべてですね、これ強化ということで、はい、めちゃくちゃ楽しみです。そして続いてのキャラクターです。続いてですが、サバイバーの担当者にですね、1点の調整が入ります。それが、磁石のチャージ時間が60秒から70秒に増加、するように、ね、なりました。はい、なんで、まあ、これは単純にですね、チャージ時間が10秒伸びるということで、はい、ここの、担当者のね、弱体化に関しても皆さん覚えておいてください。そして続いてのキャラクターです。続いてですが、芸者です。はい、芸者もですね、1点の弱体化が入ります。それが、刹那のクールタイムが8秒から9秒に増加、ということになります。はい、まあ、ここもね、まあ、1秒というところで、まあ、かなり大きい、まあ、本当、使ってる方にとって大きいところだと思うんですが、ここもね、クールタイムが1秒増えますので、はい、こちらも覚えておいてください。そして、続いてのキャラクターです。続いてが、泣き虫です。泣き虫ですが、3つのですね、強化が入ります。一つ目、二つの、魂がサバイバーについている場合の、相対位置を最適化し、選択ミスの発生を防ぐ、というような、ね、調整が入ります。はい、なんでね、まあ、ここから、このね、選択ミス、魂の選択ミスが、今ではね、あったところが、今後は起きづらくなるといった、そんな、泣き虫にとって、嬉しい、ね、調整が一つ。そして続いての調整がですね、安息の道の判定幅を 50% 増加、というような、ね、調整になります。はい、もうこれもシンプルに強いですね。はい、安息の道の、判定が 50% 増えますので、今までよりも、加速できる範囲が広がるということで、いろんな使い道がね、これからできそうかなというところでございます。そして続いて最後3つ目、なんですが、安息末の試合開始時の個数が5個から6個に増加、というね、ことになります。はい、これもめちゃくちゃ強いですね。もうシンプルにめちゃくちゃ強い。はい、ということで本当に泣き虫に関してはですね、3つすべて強化ということになりますので、本当今後かなり一気にね強くなって、泣き虫使う方もねどんどん増えていくのかなと、思います。はい、そして続いてのキャラクターです。続いてがですね、なんと、最後のキャラクターになります。最後のキャラクターがですね、悪夢になります。悪夢ですが、非追撃状態時の移動速度を 10% から 13% にアップ、ということになります。まあ、これどういうことかと言いますと、悪夢はですね、サバイバーを追っていない状態、非追撃状態だと足が今まで 10% 速くなっていたんですが、それが 13% にアップしました。なんで今までよりも 3% 足が速くなります。はい、ただこれはね、追撃状態に入るとゼロになるという、まあ、今まで通りの仕様なので、そこは気をつけてください。そして続いて、二つ目です。二つ目ですが、飛走の途中でもし板を当てられた場合、刑事効果を、獲得するようになります。次の飛走でもし再度板を当てられた場合は、なんと、ノックバックとスタン効果を無視して直接板を破壊するようになります。はい、ちょっとこれはね、もう新たな能力ですね。はい、なんとね、まあ、飛走という、まあ、サバイバーロックオンしてね、攻撃をするもうシュパッというね、攻撃をする能力があるんですが、その時に板を当てられた場合は、次は、それを、ね、全部無視して板を破壊するようになるということで、スターを無視してですね、板を破壊ということで、本当にね、ちょっと面白い能力となっております。あとはですね、板破壊の速度を少しアップ、あとは移動時の視点を最適化、あとはこちら、強調のクールタイムを50秒から、57秒に増加、という、形となりました。
はい、このね、最後の能力ですが、これあれですね、悪夢が瞬間移動できる能力ですね。はい。なんで、悪夢に関してはもうほとんど、強化なんですが、瞬間移動の能力に関してだけ若干、若干というか、まあ、7秒のね、ちょっと弱体化、クルタイムが、長くなるというね、そんなこと、形となっております。はい、ということで、今回はですね、全部で8キャラクターの調整が、発表されたわけなんですが、はい、これがね、今後も実際まずテストサーバーに実装されて、その後、皆さんの使うね、サーバーの方に実装がされるので、まあ、もしかしたらね、状況が今後変わってくるかもし、れないんですが、いや本当にね、めちゃくちゃこのキャラクターたくさんのね、キャラの能力が、変わりますので、いや本当にね、楽しみです。はい、特にやっぱね、強化が来るキャラクターがすごく多いので、はい、そういったところでね、いや一気にね、ちょっと今まで最近使われていないキャラクター、まあ、特に今レディーファウロとか、あとは泣き虫悪夢とかですね、はい、こういったキャラクターたちがね、どんどんちょっとこれから、増えてきたらすごくね、ちょっと楽しいですよね、環境的にもね。はい、でも、まあ、あとはね、前もともと強かった、泣きピエロ担当者芸者が、まあ、弱体化されたというところで、はい、まあ、そこはちょっとバランスがね、まあ、取られたのかなという形になります。はい、で、まあ、個人的にやっぱ気になるのは機械技師ですね。はい、いや、あの、まあ、人形自体の火力速度下がっちゃいますけど、その分、たくさんの時間ね、ちょっと人形使えるので、まあ、結果的にどうなんだろうというところで、はい、ちょっとね、あの、これ結果的に強化なのかな、弱体化なのかなというところなんですが、まあ、僕個人の今の、この状況、情報だけを見ただけだと、まあ、ちょっと強化の方がね、恩恵が大きいのかなというふうには思ってはおります。はい。いや、本当にね、ちょっと、楽しみすぎますね。もう本当に僕はね、機械技師が一番、大好きでね、一番使ってるキャラクターなんで、まあ、ちょっと、今回たくさんね、ちょっと能力変わるということで、また使い勝手が変わってね、使いこなすまで時間かかると思うんですが、はい、まあ、ちょっとこれからもね、頑張って使っていこうかなと思います。はい、ということで、まあ、皆さんのね、感想もぜひコメント欄で教えていただけたら、とても嬉しく思います。はい、ということで、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。はい、まぁ、ちょっと試合は途中なんですけどね、まぁ、ちょっと今回はここで、動画の方終わりたいと思います。それでは、また次の動画でお会いしましょう。またねー。動画見てくれてありがとう。これからも第五人格の最新情報やプレイ動画をアップしていきますので、よかったらチャンネル登録お願いいたします。それでは、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。